私は兵庫県の淡路島にある大阪湾海上交通センターで運用管制官として働いています。運用管制官はレーダーや AIS、テレビカメラ、目視など様々な手段を用いて航行する船舶の動静を把握しています。大阪湾海上交通センターは日本一の船の通行量を誇る明石海峡航路を管轄し、日々航路紹介を行う巡視船艇と連携して船舶交通の安全を図っています。とても温かみのある職場です。大阪湾海上交通センターには長年経験を積んだベテラン管制官が多く、日々厳しくも優しい指導をしていただいています。船に行った情報提供が安全につながった時や、船の乗組員の方から感謝の言葉をいただいた時に管制官になってよかったなぁと実感します。大阪湾乗り網ライン南下線問題ありません。入庁同期は魚釣りが好きな祖父と一緒に海に遊びに行く機会が多く、その影響で海が好きになりました。成長していくにつれて大好きな海で人の役に立つ仕事がしたいと思い、海上保安官になることを決めました。また海上保安官の中でも運用管制官を志した理由は、船の事故や危険を自分の情報提供により未然に防ぐことができる海上保安庁の職の中でも特別な仕事だと思ったからです。大好きな海の安全を守る管制官という仕事にとても魅力と充実を感じています。不動丸、不動丸、こちらは大阪マーチス、大阪マーチス情報。汽船のこのままの進路速力のまま航行しますと、まもなく約5分後に右舷前方の船舶と著しく接近する恐れがあります。ご注意ください。淡路島はとても自然が豊かな島なので、休日は外に出てランニングや宿舎の近くの海などで釣りをして過ごしています。また食べ物も美味しいものが多くあるので、地元のカフェ巡りをしたりしています。初心を忘れることなく日々努力をし、少しでも船舶交通の安全に寄与できる管制官をこれからも目指していきたいです。運用管制官は自分の仕事が直接海の安全につながっていることを実感できる、やりがいと誇りを持てる仕事です。海の安全を仕事にできる職場、運用管制官、私と一緒に海を守りましょう。